オーバーコッツァウは、バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、ホ富フに属する市場町で、ホ富フ市の南約5キロメートルに位置する。本町は、公式には8つの地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。オーバーコッツァウは、オーバーフランケン北東部で最も古くに入植が始まった地であり、期限前の入植跡と推測される痕跡が残されている。 オーバーコッツァウの最初の領主として、歴史の中から突然現れた、古貴族の騎士一門であるコッツァウ家は、豊富な財産と高い名声を得て、この近隣地域で重要な役割を果たした。17世紀の中頃、古貴族のコッツァウ家は消滅し、コッツァウの財産は、バイロイト編境伯に移った。この両方君主の近親者である、ブランデンブルククルムバッハ編境伯。 ゲオルク・アルブレヒトは1698年にこれを買い上げて獲得した。市民と結婚した後、返京博はオーバーコッツァウに住まいを構え、コッツァウの男爵一族、豪奢なブランデンブルククルムバッハ家を創設した。この男爵家は1852年に消失した古い城の跡地に、現在の大規模な幾分異国風の趣のある城を建造した。 オーバーコッツァウにはかつて皇帝の隠れ家があった。この隠れ家は貫通者と殺人犯を除く犯罪者が判決を待つための施設として用いられた。1760年以降は滅多に使われることはなくなり、1799年に正式に廃止された。コッツァウが初めて文献に現れるのは1234年3月26日である。 シュベニッツ川に架かる橋。背景は、聖アーコブス協会と牧師館オーバーコッツアウは、重要な鉄道路線、ホーフ・マルクトレドビッツ・ニュルンベルク、レーゲンスブルク、およびホーフ・バンベルク・ニュルンベルクに面している。さらに、ゼルプへ向かう、近郊路線との分岐点にもなっている。この町で三つの路線が分岐するため、第二次世界大戦で、ホーフ駅が爆撃を受けた後は、この駅が、 貨物や旅客の積み替え、乗り換え駅となり重要な意味を持つこととなった。さらにはアウトバーンの A9 と A93 も街からさほど遠くない場所を走っている。ありがとうございます。